増田俊雄の坂手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。アメリカと中国の両国はアラスカ州で開かれた2日間の高官協議を終了しました。アメリカは厳しく率直な会談だったとしましたが、バイデン政権下で初の米中会談、今回の結果、先生はどのようにご覧になっていらっしゃるでしょうか。そうですね、まあ、結論から言いますと、こういう重要な会談というのはですね、やっぱり、フットボールじゃありませんけど、勝った負けたというのが結論だと思うんですね。その点から言うとですね、勝敗の方を先に申し上げておきますが、アメリカ側の完敗と、完全にアメリカの負けということになったと思いますね。これ、アラスカで開かれたのはですね、日本で2プラス2、この時間でも放送しましたが、2プラス2が開かれて、その後なんですね。中国の方からの、要望がありまして、日本で開かれて、その後、韓国に行かれたわけなんですが、アメリカの、日本で外務大臣、アメリカでは国務長官ですけども、トニー、ブリンケン担当ですね、それから国家安全保障担当の、大統領補佐官で、ジェイク・サリバンさんという人ですが、この前もお話しましたが、このサリバンさんというのは、まさにバイデン、大統領の懐刀のような方で、ブリンケンさんの方はですね、バイデンさんが副大統領をやってた、オバマ政権の頃、この時ですね、確か国務次官補ですかね、日本でいうと外務次官ぐらいなんですが、バイデンさんも副大統領ですから、裏方、それからこのブリンケンさんも、次官補ですから裏方ということで、実務についてはですね、このブリンケンさんがいろいろとやってきた、そして、バイデン、副大統領が実際の実務に当たっていたということでですね、一緒にこの外交問題をやってきたということで、この2人はですね、バイデンさんにとっては最も重要なその官僚ですね。で、中国の方はですね、誰が来たかと言いますと、当然、王毅外務省ですね、外相ですかね、王毅外相、それから、楊さんという方がいるんですが、これトランプ政権の時にも習近平主席の名代としてですね、トランプ大統領といろいろ裏工作っていうんでしょうかね、をやるような方ですから、習近平国家主席のもうまさに懐刀とこういうこと、それから王毅外相ということで、このメンバーにおいて双方遜色がないという、こういう形で会談が行われたんですね。アメリカの方は先に日本での2プラス2をやって、アメリカ、日本、オーストラリア、インド、この4カ国の結束を固めてですね、そして中国に対する包囲網というんでしょうかね、この結束を固めたところ、これをですね演出して、そしてこれをもってですね、米中会談に臨もうという作戦だったんですが、肝心要のですね、この2プラス2の方がですね、非常に曖昧というか、中国に対してアメリカが攻め込もうとしているのは人権問題、あるいは環境問題なんですよ。で、協力するのは、このコロナで、お互いに協力しようという、こういうですね、3本柱っていうんでしょうかね、
が、まあ、基本なんです。ですから人権問題で攻めようというならば、どうせウイグルとかチベットとかそういうところの中国のが人権蹂躙をしているということで非難したいならですね、今ミャンマーで、まあ、問題が起きている。これをですね、2プラス2の時に日本と共同声明でも出してですね、これを批判しとかなきゃダメなんですよ。で、中国はそのバックにいるわけですから、それをですね、ここでだから日本が言うことは何でも聞くんですから、せっかく日本に来たんなら、このミャンマー問題を日米共同声明で批判しておかなきゃダメなんですよ。それから、まあ、結束を固めるところを見せるならですね、まあ、日本は一番心配しているのは尖閣諸島に、まあ、中国の高官が来て、しかも武装した高官が来るということですから、これに対してですね、このオースティン、国防長官はですね、それこそもうその、200海里の中に中国の軍艦が来たら、米軍は直ちに軍事出動するぐらいのですね、まあ、吊るしないは別として、それぐらいのですね、脅迫めいた言葉を言っとかなきゃダメなんですよ。で、そうやっておいて、この、まあ、中国の高官と会談をするという圧力をまずかけないとですね、戦うのにですね、戦う、なんで戦うか決まってるんですから。まあ、私も外交のプロじゃありませんが、見ててですね、なんか下手くそだなという気がしましたね。で、そういうその人権問題、これを中心に中国を攻めると、チベットだの、ウイグルだの、それから香港にはですね、香港の民主主義を弾圧しているとかですね、まあ、そういうことで攻めていくわけなんですから、やはりですね、そういう環境を作っとかなきゃいけない。ところがアメリカの方はですね、ご存知の通り、黒人に対する差別問題があって、警察官に黒人の人が虐殺されるとか、最近ではそのコロナの原因はアジア人にあるとか言われてですね、この日本、中国、アジア人がですね、殺されるというようなことが起きてるわけですね。自分の国はですね、人権の地の字もなくてですね、人種差別の渦の中にあってですね、そして何がウイグル問題だと、話の他ですね。だから、もうアメリカは中国に対して戦う手はないんです。で、経済においては、全人代で発表されたように、中国はもう 6%、7% 経済成長してる。ね。アメリカは最悪の事態からやっと 4% 回復できたかできないかなんていうんじゃ、もう話のほかですね。経済でも安全保障でも人権問題でも環境でも、中国と口を聞く資格がないんではないかというふうに私なんか思える、そういうような状況ですね。したがって、今回の米中主要閣僚会議の結果はどうでしたか。アメリカの乾杯。これが私の結論ですね。増田先生、ありがとうございます。はい。